こんにちは。エステティシャンの映画だ話、今日は聖なる犯罪者についておしゃべりしていきたいと思います。で、これ先週映画館で見たんですけれども、あらすじがですね、少年に服役中のダニエルは、前科者は聖職に就けないと知りながらも、神父になることを夢見ていた。仮釈放され、田舎の製材所で働き始めた彼は、ふと立ち寄った教会で、新任の司祭と勘違いされ、司祭の代わりを命じられる。村人たちは司祭らしからぬダニエルに戸惑うが、徐々に彼を信頼するようになっていく。数年前にこの土地で起きた凄惨な事故を知ったダニエルは、村人たちの心の傷を癒そうと模索する。しかし、ダニエルの過去を知る男の出現により、事態は思わぬ方向へと転がっていくということで、監督がヤン・コマサ監督ということで、ネットフリックスオリジナル映画、ヘイター。ね、最高なんですけど、まだ見てない方いたら、本当に見てほしい。クズがですね、のし上がっていく、胸クソ映画なんですけど、あれがもう本当に、最高に面白かったですね。で、その監督の作品ということで、実際はこの聖なる犯罪者の方が先に作られてて、ヘイターの方が、後なんですけれども、まあ、これですね、ちょっとまずすごく印象的だったことが、私2つありまして、で、1つはですね、とにかく、頭突きが強いんですよ、このダニエルは。このですね、なんか痩せてるんですよ。長身で痩せてるんですけど、本当に、ピンチな時に頭突きを出すと、もう、相手がもう気失うぐらいの、勢いでやってて、まあ、頭突きのシーン2つしかないんですけど、確か。2つだけだったんですけど、1個は、なんかその、まあ、街の人に、こう、なんか、通せんぼみたいな。街の若者に通せんぼみたいにされた時に、ズーンってやって通して進んでいくっていう。まあ、それはもう司祭のふりしてる時なんですけど。で、もう一個が最後のシーンですね。まあ、ちょっともうガンガンネタバレしていくんですけど、まあ、少年院に逆戻りになって、で、そこで、まあ、この決闘だみたいになって、その1対1で殴り合うみたいな。で、相手のその男の人結構大きいですよ。もう2メーターぐらいあるぐらいの大男なんですけど、で、結構ボコボコにされるんですけど、最終的にこうなんかどうにか馬乗りになって、頭突きをもう数発かまして、で、なんかもう、もう、ボコボコにた、なんか立てないぐらいにやって、それで最後、少年院から脱走して終わるっていう、変な終わり方っていうか、変わった終わり方なんですけど、こんなに頭突きって、すごいんですねっていうのが、とにかく頭突きなんですよ。で、もう一個ですね。まあ、こんな頭突きが強いか強くないか、まあ、どうでもいい話はどうでもいい話だと、私の中でも頭突きをしたことがないので、なんか痛そうじゃないですか。殴るよりも痛そうだなと思って、ちょっと衝撃だったんですけど、もう一個が、この映画の中で、この青年ですね。ここの、パンフレットを見るか、こういう細い人なんですよ。こういう丸坊主で。で、少年院に送られるような人って言ったら言い方悪いですけど、なので、まあ、不良みたいな感じなんですよね。だから薬とかもやるし、まあ、タバコもバンバン吸うし、みたいな。まあ、お酒も飲むし、みたいな。で、その少年院にいる時から、その神父さん憧れみたいな、すごい強くて、それで、なりたいなと思って、で、その少年に、慰問に来てたっていうんですかね。なんていうか、そういうのね、来てた、教えに来てた神父さんに、いや、なり、あの、その、神学校に行きたいんだけどって言っても、いや、君は犯罪者だから無理ですよ。神学校入れないんですよ。神父になれないんですよって聞いて、でも、酒とか薬とかやるなよって言われて、まあ、仮釈放されるんですけど、まあ、速攻でやるわけですよ。コカインなのかな、あれは。
なんかねやったりとかして、めちゃくちゃラリるんですよ、友達ん家で。でそこでだから友達ん家にあったなんかネオンっぽい照明に映し出される顔がすごい骸骨なんですよ。もう痩せてるからほどか、顔の形もね卵型っていうかね、あの綺麗な形なんで、余計こう骸骨、多分 あえてなんですけど映ってて、うわ怖ーってなるんですよ。もういちょっともう行っちゃってるなっていう、感じの描写が一個あって、でまたこれ最後なんですけど、その頭突きをして、あのね少年なんか頭突きをして、その相手をボコボコにした時に、まあ自分もね殴り合いで殴られてるんで、まあ、血まみれなんですよ、口とか。でその逃げろ逃げろってなって、で最後その彼が逃げていく顔で終わるんですけど、その顔が、まあ、必死の形相なわけですよ、逃げてるから。だから目見開いちゃって、で口苦しいから必死だから口は開いてる状態、血まみれの。そこがまた骸骨みたいな、感じだったんです。これ絶対わざとだと思ってるんですけど、このなんていうんですかね、まあ、聖なる犯罪者って、まあ、相対するものですけど、まあ、それをなんかこう体現しているシーン、わかりやすいシーン2つなの。で、彼のやってること、あのね、あらすじにもありましたように、まあ、村人のためにいろいろね、なんか、あの、シーンとしては出てこないんですけど、なんかまあ、町のサッカーに、サッカーのなんかイベントに参加したりとか、なんかね、こう、なんですか、凄惨な事故っていうのがあるんですけど、まあそのために一緒に祈ったりとか、まあなんかこうどうにかね、あの村人の役に立とうと、その時は本当に心の底から思ってやってる反面、まあ、めちゃくちゃタバコも吸うし、その、なんか、頭突きとかしちゃうし、っていうところも本音というか、だからまあ、少年19歳、まあ少年っていうことで、まあある意味こう不安定なでしょうね。なんか辻褄が合ってないというか、まあそういう面をこう出してるのが、なんかこう骸骨で、骸骨っぽい描写を出すことで、まあちょっとその死神じゃないけど、なんかちょっと犯罪者っぽい一面、こう内から出るなんかこう異常さを出してるのかななんて思ったりして、いやこの頭突きと骸骨みたいな描写、私それこの2つ見れただけで、最高に良かったなっていうのと、あとは素晴らしかったのが、やっぱりそのお説教するわけですね、神父さんして。でその絵がねすごい上手でしたね。それはなんかその脚本家の人のインタビューの中でも、そのダニエル役を選ぶときに、そのお説教するシーンと電話でののしるシーン、相手をののしるっていうシーンを2つ演じてもらったんだけれど、そのダニエル役の子はもともとその敬虔なカトリック、カトリックなのかな、なんだけど、そう、なんだはずだけど、なんか説教はねしたことないはずだけど、それがすごいねうまいんだっていう話をしてて、で本当にうまくて、でなんかみんながあいつものなんか説教始まるんでしょみたいな感じで聞いてるなっていう空気を感じ取って、あえてちょっと違うこと言うっていうか、なんか私は型通りのなんか説教とかしたくないですみたいなことを言ったりとか、あとは急に私は人を殺したことがありますって言ってみたりとか、あと最後のお説教するっていう時はもう上半身脱いでですね、まあ、タトゥーが入ってる体とか見せながら出てくっていう、まあなんか衝撃の、まあそれはお説教ではないんですけど、なんかやり方がうまいなっていうね、人の関心を引くやり方がうまい。でこれな、他の映画でも、その神父さんだか牧師さんだか、
神父さんだったかな、黒人の神父さんがお説教するシーンがあるんですけど、まあ、まずフェス状態だったんですよね、その映画でも。だからやっぱりこう、まあ、キング牧師じゃないですけど、なんかこう人々を乗せるのがうまいっていうか、そういう人じゃないとやっぱり話、信者の人集まってこれないんだ、集められないんだなっていうふうに、改めて思いましたし、実際にすごいうまかったですね、ダニエル役の人で。やっぱりこの先のことを考えると、まあ、少年院から逃げて、まあ、どうなるのか分かりませんけど、またやるんじゃないかなって、偽神父というかね、そういうことやるんじゃないかなって思います。やっぱりこれだけうまいし、説教が何ですか、人を引きつける力もあるんで、若いし。で、実際その神父になりすますっていう事件は、なんか毎年世界各地で起こってるらしくて、まあ、日本でも去年あったらしいんですけど、やっぱりそういう憧れ、その聖職者憧れがあったりとか、また普通にお金を集められるんで、ね、横領目的でやる人もいるらしいんですけど、まあ、今回はね、純粋に聖職者憧れがあって、まあ、やったっていう設定ですね。で、その映画の中では、聖職者に、ね、犯罪を犯すと聖職者になれないっていうことで、その脚本家の人のインタビューの中で、まあ、犯罪者が絶対に聖職者になれないってわけじゃないんだけど、さすがに殺人を犯しちゃうと、完全にアウトなんで、教会には入れてもらえないと。ただ、バチカンに申し出た場合、認められる場合があると。ケースバイケース。ただ、バチカンに申し出して受け入れたからといって、教会がそれを雇うか使うかっていうのはまた別の話っていうね。やっぱ世間ってありますからっていうふうに言ってたんで、まあ、そう考えるとやっぱ保守的ですからね、教会とか熱心な地域って。だから多分ダニエル君また嘘ついてやるんじゃないかなっていう、ふうに思いましたね。はい。あとそのヘイターと全く違うんで、ヘイターみたいなのを期待して見に行ったんですけど、全然違いまして、人を騙す様とかをこうスリリングにヘイターは描いてるんですけど、これは全然そんなことじゃなくて、もういかにこうダニエルが嘘なんだけど、嘘ついてるんだけど、こう周りに馴染んで信頼を勝ち取っていってしまうっていうかね、まあ、ダニエルもそれについてこう複雑な気持ちというか、受け入れられて嬉しい反面、俺嘘ついてるなっていう罪悪感抱えてるみたいな。でも、もう人のために何かやりたいみたいな気持ちがあるんで、こう成り上がりマインドが強い話じゃないんで、全然それは逆ですね。で、それはインタビュー、監督のインタビューの中でもですね、ありまして、本作ではダニエルが国会の手引きを携帯電話で検索する場面以外、彼の職務がどのように行われているか全く見せています。理由をお聞かせくださいとなった時に、時間を無駄にしたくなかったと。で、もちろん具体的に描くことで面白くなったかもしれないが、私はこの映画が罪なき人々をどう騙せばいいのかという教科書のようになってほしくなかったっていうふうに言ってるんで、この真逆がヘイターですね。なのでちょっとこれは2本立てで見ると、よりこのなんていうんですかね、人の奥深さというか、欲深さのなんかを見れたりするんで、いや、ぜひ聖なる犯罪者見た方はヘイター見ていただきたいですし、ヘイター見た方は聖なる犯罪者見ると、これは対になる映画だなっていうふうに思いました。で、あとインタビューの中で面白かったなと思うのは、天使にラブソングのようなコメディは避けたかったっていうのをですね、おっしゃって、天使にラブソング、私見たことあると思うんですけど、なんか内容忘れちゃって、やっぱりそうなんだと思って。ね、ウーピーゴールドバーグでしたっけ？なんか、そっかそっかと思って。へーって思ってね。
おります。全然コメディ要素ないですからね。はい。っていう感じでしたね。はい。あとその、凄惨な事故っていうのが何かっていうと、町の村、同じ町に住む運転手おじさんが若者を何人か、5、6人か何人か乗せて運転したら対向車に突っ込んじゃって全員死んでしまうと。で、運転手からは、まあ、お酒とか薬物とか発見されなかったんだけど、その、若者たちをね、こう全員事故で殺してしまったということで、まあ、村八分状態になってて、で、お墓も建ててもらえないみたいな、ね、ことになってて、その、村で分断というか、その村八分が起きてるっていうのが、その村の問題で、まあ、その問題を通して、まあ、人間のそのですね、まあ、だから、鬼滅っぽいのかな。いろいろね、お互い立場があってみたいなね、その、どうしていくかみたいな、どう折り合いつけるかみたいな、これは普遍的な話でありましたし、あと、あらすじで関係あるところで言うと、その、結構中盤過ぎまで、ダニエルが一体何をしたのかっていうのが明かされないんですよね。で、その明かされるのがその、なんていうんですか、告白っていうんですか、なんか懺悔部屋か。懺悔部屋で、その同じ少年院だったその男の人が来て、なんか、その、なんだ、自分の力を試したくて、みたいな。そうね。ダニエルが聞いてるんですよ。神父としてそこにいて。なんか罪を告白してくださいって言ったら、自分の罪を、自分の力を誇示するために、なんか殴りすぎて、で、殺しちゃって、でそれで少年院入ったやつが、そのお兄さんが入ってきて、なんかボコボコにされそうになって、で、少年に来てた神父に取り入って、仮釈放を手に入れたやつがいてみたいな。まあ、そこでそのダニエルがやったことを、初めて明かされる。その明かされ方とかも、よかった。スマートだなって思いましたし、あとやっぱりなんかこの、カリスマ性がある人の傲慢さを感じたのが、そのダニエル、いいんですよ。その周りの人にね、と馴染んでいって信頼されて。いいんですけど、その事故がね、あったって言って、その運転手の人も一緒に、その弔うというか、そのお墓を建てた方がいいっていうふうに思ったと。思うのはいいんですけど、そのみんなから特に何の名目もなく、その普通に教会の寄付って集めたお金を、その運転手の人の、お墓を建てるのに使いますみたいな、セレモニーに使いますって、勝手に決めるんですよね。で、それで周りの人怒っちゃって、みたいな。で、それでその、怒った町の若者に当選もされて、そこで頭突きするって、その頭突き一発目の映画の中で一発目の頭突きにつながるんですけど、なんでそういう勝手なことするかなと思って、ね、絶対言わなきゃダメじゃないですか、そういうのって。いくらね、ダニエルの主張が正しかったとしても。だそれで言うと、その何だったかな、なんかアマゾンプライムかなんかでさっき見た教会のやつね。何だったかな、黒人の人が、ね、牧師さんだか神父さんだかでやってて、それで、なんか、キリスト教を信仰してない人だけ、人は、なんかね、地獄に落ちちゃうっていうのはおかしいって言ってね、急に言い出すやつあったんですけど、まあ、ちょっと忘れちゃいましたね。あの映画思い出しましたね、なんか。うん。なんか、こう、指示されちゃうと、なんか自信持っちゃうんですかね、なんか全能感みたいな風に感じちゃうんですかね、なんか、なんかこう、人間のそのいろんな面、ダニエルだけじゃなくて街の人の、普段優しいけど、事故のことになると鬼になっちゃうとかね。そういうところが、
で、いろんな面があるんだなっていうのが出てて、すごい良かったですし、あと、どうでもいいところで言うと、最初少年院で、のシーンで、いじめられてる子がいるんですけど、少年院の中で。その子のいじめられ方っていうのが、なんかね、2、3人のね、悪ガキたちっていうか、なんかいじめっ子たちに捕まって、で、なんか引き出しがある机に突っ伏されるわけですよ。で、ズボンを脱がされて、その引き出しの中に、玉袋っていうんですか、それを挟められるみたいな。なんか、挟められて、痛いみたいな、そのいじめられ方。あれ何なんだろうっていうか、まあ痛いですよ、と思うんですけど、それやんなくてもいいのになっていうふうになんか思っちゃったりとか、ちょっと、そこはなんか、不思議っていうか、まあすごい痛いからやってんだと思うんですけど、なんていうか、あとね、傷が残んないということでやってんだと思うんですけど、なんていうかなと思って、へえ、そんなことしたいんだなっていうのがちょっと不思議でしたね。っていう感じで、聖なる犯罪者すごいおすすめですし、ヘイターもおすすめなんで、ぜひ見てほしいなと思います。はい、終わりです。